はい、どうも村山です。本日は神戸駅北側の方からね、食べ歩き行ってみたいと思います。もうね、真っ暗なんでね、お店の方がね、早く見つかればいいなと思うんですけども、いつもね、ぐるぐる徘徊してね、地下行ったり上上がったりとかやってるんでね、まあ早く見つかればね、いいなと思って頑張っていきますんで、また応援よろしくお願いいたします。本日はこちらのお店に行ってみたいと思います。店内は立ち飲みスタイル、とってもいい感じ。カウンターにおばんざいやら美味しいものがたくさんありますよ。そしてこちらの冷蔵庫から商品ももらえます。ドリンクメニュー、美味しそうだ。フードメニューもこの他にもいろいろありますんで聞いてくださいね。まずはいつも通りハイボールから。お疲れ様です。乾杯。まい、セコン。そしてポテトサラダを頼みました。結構なボリューム、一口が大きくいただきます。こういうね、本当にシンプルな料理って美味しいですよね。本当安定の美味しさがあります。この優しい味がいいんですよね、ポテトサラダ。最高です。まあ自分の動画をね、見直した時にね、結構ねポテトサラダ頼んでること多いなと思ってます。なかなかね、自分の好きなものばかり頼むとね、同じようになっちゃうからね、気をつけないと。でも美味しいんですよね。そしてゴーヤチャンプル、うまそう。こんな感じでございます。それではこちらもいただきます。このゴーヤのね、苦味とね、この絶妙なバランスがいい。まあこういう料理はね、そんなにね、頼んだことがないんでね、珍しいと思いますけども、とってもね、珍しい料理とかもね、作っていただけるんで、注文してからね、作ってもらえるんで、熱々でね、むっちゃ美味しいんですよ。まあこういったね料理とかね、いいっすよね。やっぱりカウンターの方にね乗ってたね、おばんざいの一つとしてあったんで、温めていただいております。とても美味しいですよ。カウンターのおばんざいってね、ワクワクしますよね。どれ頼もうかなとか。そしてホルモン炒め、こちらも熱々です。さあ、このもやしがね、いいっすよね。このシャキシャキでね、うまいんすよ。でこの絶妙なタレがね、いい味してるんですよ。ホルモンがね、ほんとホルモンってね、甘みがね、油の甘みがね、最高です。パクパクいけちゃいます。ただもうお酒がほぼなくなってきている。うまい。もう辛になっちゃった。でも当てはまだまだある、このボリュームもねすごいね、食べ応えがねあっていいんですよ。このホルモンもね、いいっすよね。
まい。そしてやはり2杯目いっちゃいました。やっぱおかわりはね欲しいっすよね。まだまだあるぞ。美味しいね。さあパクパクいっちゃいます、まあ、おいしいお酒とねあてがあったらもう何もいらないと。まあ一人なんでね孤独にいつも食べてます。まあ何人かでね行ってもね楽しいとは思うんですけど、まあこうやって一人でね考え事しながら飲むのもいいもんですよ。寂しいおっちゃんの独り言でした。美味しかった。そして梅酒のロックを頼みました。もう当てはない。でもこういうのをちびちびやりながらゆったりした時間を過ごす、この時間もいい、いいね。お酒がね飲むときにね当てがいるっていう人もいますしね、私はそんな感じですけど、でもたまにはお酒だけゆっくり飲むのもいいかなと思って珍しく梅酒のいつもは炭酸で割るけれどもロックにしてみました。味が濃くてね美味しいですよね。あとお店によってね梅酒もね味が全然違うんでね、それを楽しんでいただけたらなと思います。とってもいい時間です。これも美味しかった。ありがとうございました。はい、立ち飲みひょうたん様いかがでしたでしょうか。まあ、場所の方なんですけれども、神戸駅から、まあ、新海地の方に歩いていくちょうど真ん中ぐらいかなのところにありまして、とてもね素敵な、まあ立ち飲みではあるんですけれども椅子も用意されてますんで、まあほとんどの方はね、まあ、椅子に座られてね飲んでたんですけれども、私はね結構立ち飲み好きなんでね立って椅子があるのにわざわざ立って飲み食いさせていただきました。一品一品がね本当にカウンターの方にもおばんざいとかスピードメニューとかもね結構冷蔵庫があって食べれるメニューもたくさんあったんですけども、まあ、それ以外にもね注文してから作っていただく料理とかいろいろね一品一品がねとても美味しかったです。残念なことにね何軒かねラーメンとかを食べてしまってお腹がねかなりいっぱいで入らない状態で来てしまったっていうねとてもね残念なことをしてしまいました。本当料理が美味しくてお酒も美味しかったんで、まあ次回来た時にはね当てをもっとね料理を楽しみながらお酒を飲みたいと思います。今回はねあんまりね料理をお見せすることができなかったんで本当に申し訳ございません。でもねぜひね神戸駅、まあ、ちょっと新海地からでもいいと思うんで来ていただいた際には立ち飲みひょうたん様来ていただいて美味しいね料理食べながらね楽しくお話ししていただけたらなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。